想像を超える大物還元、市川團十郎白猿。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが25日午後、自身のブログを更新。息子還元くんの熊取りに爆笑したことを写真とともに公開した。今日は押し熊に筆を入れました。そして還元との合作にも丁寧に筆を入れ、もはや爆笑です。スケールでかいわこやつ最高。歌舞伎座を通過。夜の歌舞伎座は美しいと感じます。そして感謝、帰ります。しかし押し熊の還元の筆、私あと3時間は割れるかもです。この投稿にファンの方からは、何度も見ちゃうこれさ、売りの書いてるうちに空書いてる気分になっちゃったんじゃない、もうさ、カンカンのウイロウリの売りはこの売り空でいいよ、最高ですね、思わず笑っちゃいました。間違っちゃったところにペケのサインのデカさ、めちゃくちゃ可愛いよ、伸び伸びしてて良いですね。 いつまでも待っててほしいところです、持っててほしいところです。それに加えてお父さんの愛、強烈なつぶやきが最高です。どれも素敵な熊取りで大切な記念ですね。伸び伸びしていてとても良いですね。こういうところをいつまでも持っていてほしいなと思います。お美しい魅力的な大物様方、いろいろ面白すぎまする、などと非常に多くの爆笑コメントをいただいております。歌舞伎もの枠にはまるな、市川團十郎白猿。最後までご覧くださって心より感謝します。日本の誇る美しい歌舞伎の世界観を発信してまいります。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。